けとけ。余裕ねえな、ピッコロさん。ブーに負けちゃって、じゃああの二人に負けたら死になさいって言うの？いくぞ、ほんとにめっちゃ怖いぞ。あんなの初めてだ。さあ、逃げ、おわっせーな。まあ、海王神様、気がついてっか？チビたちのフュージョンの気も感じねえし。なに？時の異次元世界で戦っとるんじゃよ。精神と時の部屋だ！なんであんなとこで戦ってんだ？なんでわかんだろう。すげえな。バラバラになった肉片を全て焼き尽くすんだ！チッ！まだ最後の大技があったのにな。正直言ってここまでできるとは思ってなかった。なんだよこの風は。煙が集まってるぜ。くそ、マジンプ。やっぱしねえ、どうすりゃいいわけ。あらやら、完全に頭に来ちゃってるみたい。ブーはこの次元の違う世界に閉じ込められ完璧だった。その方が盛り上がるし。おい、どうなんだ。ピーパーパーパー、皆さん長らくお待たせいたしました。貴様もこれまでだ、魔人ブー。貴様は確かに強い。あのゴテンクスですら残念ながら倒せなかった。さあ、俺たちを殺し、永遠にここで孤独に暮らすがいい。魔人ブー、俺たちを殺すなら殺せ。あの、ピッコロさん、それじゃあ俺たちも出られないの？クッキーもアイスクリームもチョコレートもか。ない、何もない。今のは一体何が起きたんだ。大変、精神と時の部屋の扉。
やっぱりトランクスとゴテンでは魔人ブーにはかなわなかったのじゃろ。じゃあトランクスもゴテンちゃんも魔人ブーにやられちゃったってわけ？うん、じゃないでしょ。みんな卑怯よ。いくら強いからって子供にあんな悪い奴と戦う。あ、ピッコロさん、なんで黙ってそういうことすんの。とっておきのすごい技があったのに。絶対に絶対に魔人ブーを仕留められる技があったんだよ。バカはそっちだよ。バカバカ、元の世界に帰りたいよ。あの家元に戻して。魔人ブーのやつ。ねえ、何あれ。ゴテンさんやトランクスさんの木は。ダメだ、チビたちのフュージョンした木が感じらんねえ。ほい、すげえ、見える見える、神殿が映ってる。ひゃー、こんなに遠くても見えるんか。ラッキー、たくさんいる。どんなチョコにして食べようかな。板チョコがいいかな、粒チョコかな。わめくな、わめいたところで外に出られるわけじゃない。だけどどうするんだよ。ゴテンクス、お前声に自信あるか。え、声。どれが一番うまそうかな。俺がやらなきゃ誰が女房子供を守るんだ。ドラゴンボールで生き返ったらもう一度会おうぜ。次。誰にしようかな。おめえは余計なことを気にすんな。神経を集中させて少しでも早く戦えるようになれ。だが、なんとかならなかった。地球はドラゴンボールが残っている限り。一体どうなっちまったんだ。地球にはもう誰もいない。誰かいるかもしれん。日本、なんか消えるぞ。いやっほー。おーい、誰かおらんのか。おーい、おーい。そら、地球の人間はみんなブーにやられちまったのか。なんでだ。あいついいやつだったろ。なんでなんだ、ブー。ダメだ、肺の先ほどの穴も開かない。もうちょっとかっこいい場面でなろうと思ってたのにな。なんだというのだ。じゃじゃーん。ほっ、おい、な、何を。めっちゃくちゃ強いんだぜ。スーパーサイヤ人スリーだ。こいつらまさか。ほら、早く変えて穴が閉じた。おらおらおら、魔人ブー、俺たちも出てきてやったね。おお、よく出て、お、出てきた。チビたち生きてたんか。すごい、魔人スリー。海王神様に話してなかったっけ。話すと長くなっけど、オーラが何年もかかってやっとできたスーパーサイヤ人3にもうあっさりなってやがる。貴様、ここにいた連中をどうした。神殿にはブルマもクリリンもいない。怒りのスーパーゴテン。